セダンは、タマ自動車が1952年3月から1957年4月まで製造、販売していた乗用車である。形式はししわ型生産台数は3768台耐久性を重視した前後固定車軸仕様ではあったが、1952年当時の日本製乗用車としては、最大級の 1500cc エンジンを搭載した上級セダンとして開発され、 電気自動車業界から転じたプリンスのガソリン車分野への地方を築いたモデルである。なお、1956年4月には、全輪独立喧嘩のプリンスセダンスペシャルも追加発売されている。電気自動車メーカーであった多摩自動車が1952年3月、初のガソリン自動車として販売を開始。その年の皇太子秋人新能の立大の例にちなんで、 同時発売のアフトフ型トラックと共に、プリンスを名乗った 1500cc 級の4ドアセダンである。プリンスセダンが発売されるまでに、旧立川飛行機の流れを組むた、マ自動車では、終戦後のガソリン統制のために、各種電気自動車を製造、販売してきた。ところが、1950年6月25日勃発の朝鮮戦争により、 連合国軍最高司令官総司令部によるガソリンの統制が解除され、比較的容易に購入できるようになり、逆にバッテリー原料の一つである鉛の価格が最終的には約10倍に高騰。電気自動車は日本市場での優位性を喪失し、多摩電気自動車ではガソリンエンジン車の製造、販売に活路を生み出すこととなった。その結果生まれたのがこのプリンスセダンと。 同時発売のプリンストラックである。後に、社名もプリンスを名乗るようになった。乗用車専用設計のシャーシを新たに開発し、当時のヨーロッパ製乗用車に被験する、フルアイズタイプのサンボックス型セダンボディを仮装。日本でも、洗礼の少ないコラムシフト方式採用で6人の量、実現、4段変速機は2足以上を、シンクロナイザー付けとした。 1500cc エンジン開発、製造は、旧中島飛行機系の富士精密工業に委託し、プジョー202の1.2リットルオフをスケッチして、スケールアップさせたものを開発。トランスミッションは、ヒルマンの方式を模倣した。国産乗用車の市場で、日産自動車が 860cc25PS のダットさん。 トヨタ自動車工業が 1000cc27ps のトヨペットを主力商品としていた当時、プリンスは 1500cc45ps の性能で競合他社を押した。この結果、トヨタは新型 1500cc9 エンジン R 型投入を急ぎ、日産、イスズは国外メーカー提携による 1000cc 超の中型セダン国産化に邁進することになる。 当時の多摩自動車の設計スタッフはわずか10名程度であり、技術家の課長は田中次郎、そしてその下で具体的にプリンスセダンの設計を取りまとめたのは課長代理の日村拓也である。なお日村は桜井真一郎が多摩自動車に採用された時の直属上司である。後継者種は1957年発売の初代スカイラインである。 プリンスコマーシャル版プリンスコマーシャルピックアップ1956年6月プリンスセダンを元にした商用車であるプリンスコマーシャル版とプリンスコマーシャルピックアップが発売された。ここでのピックアップとは日産のダットサントラックの車種の故障と同様前後2列の座席を持つトラックを指すダブルピックアップのことである。これらはそれまで発売されていたプリンスライト版や プリンスピックアップがプリンストラックを元にしたトラックベースの車両であるのとは違い、純然たる乗用車ベースのライトバンとト,トラックである。乗用車ベースの商用車としては他社でもすでに日産自動車のダットサン110型セダンを元に、下ダットサントラック120系やトヨタ自動車のトヨペットマスターを元にした初代トヨペットマスターライン RR10 系が登場していた。 コマーシャルバガイブ型とコマーシャルピックアップエイプック型は初代スカイライン RC 型の派生型で商用車版であるスカイウェイライト版と同じくピックアップに1959年4月に交代した。つまりプリンスとしては初代スカイライン RC 型が先代プリンスセダンと交代してから2年間近く乗用車ベースの商用車に限ってはプリンスセダンを元にした。 ライトバンとピックアップが継続販売されていたことになる。よって、プリンスセダン系列の車両は、延べ7年間の名脈を保ったことになる。昭和29年頃、プリンス自動車工業三鷹工場における設計課長、木村拓也と部下の桜井慎一郎、25歳。前列左から二人目1952年10月に、後にスカイラインの開発責任者となる。 桜井慎一郎が多摩自動車に入社したが、最初に上司の日村拓也から命ぜられた仕事は、プリンスセダンのコラムシフトのシャフトの設計変更だった。その頃、プリンスセダンのコラムシフトのシャフトが折れる不具合が多発していた。日村は折れるのは強度不足のせいだから、シャフトを太くすればいいと主張し、新人で部下の桜井は、細くしてシナリオを持たせればいいと主張。 両者は譲らず、しかも課長代理と新人では当然校舎が引き下がるべきところではあったが、桜井は自分で分析して出した結論に自信を持っていたので、もし自分が間違っていたのなら首になってもいいやと、開き直ることにし、細い対策品を作って試したところ、ピタリとシャフトオレの不具合は止んだ。これにより、もともと桜井を将来ものになるだろうと踏んでいた日村は、ますます、 桜井を認めるようになったという。桜井は生前、プリンス時代の最も尊敬する上司として、中川良一と日村の二名を挙げていた。プリンスセガン主主型のタクシー車両軍。1952年11月に日本交通で大量にプリンスセガンを採用した。すると、サスペンションのバネのゴム製ブッシュが破れるという不具合が多発した。そこで入社後、 設計課長代理、日村拓也からサスペンション担当を命じられていた桜井慎一郎は毎日のように市ヶ谷の日本交通のタクシーの溜まり場に行きタクシーの運転手らに叱られながら部品交換を行った桜井は上手に物資を抜ける工具まで自作して対応したが根本的な対策をするために自らゴムの勉強を開始した桜井は 四日市市の東海ゴム工業に、毎月一回夜行列車で通い、同社の小林雄二という人物に話を持ちかけ、2年間二人とも、無報酬で研究し、なんとか破れない、ラバーブッシュを完成させ、それが自動車の防振技術に寄与した。当初東海ゴムではブリジストンに対する気兼ねがあったが、これを機に、プリンスは東海ゴムにだけは、ゴム部品を発注できることになったという。 ありがとうございます。